先生、これからどうしますか？学校は避難所に指定されてたと思いますけど。そうね、学校に戻るのがいいと思うけど、道は塞がれているし。あそこはくぐっていったら通れそうに見えませんか？本当だ！あそこをくぐっていけば向こうに出られるんじゃないですかね。そうですわね。服が汚れてしまうけど仕方ないですものね。ちょっと危ないわよ。向こうに出られるかどうかもわからないし。そういうことなら、ヒロコ、最初に行って見てきてよ。ヒレミさん、それは。何言ってるの？そんな。わかりました。ダメよ。それなら私が行くわ。今まで何度も災害で倒壊物に挟まれても必ず助かってきたんだから。いちいち立ち振る舞いが鼻につく。彼女が行けばいいのでは？誰のこと言ってんのよ。私のどこが。ねえエリさん、そうね、私たち翡翠学院の人たちはそんな荒々しいことできないわね。そうですね、私たち上品な校風ですからね。すごいわね。あれをくぐらないといけないの？
何よこれ、さっきの場所よりひどいじゃないの。もう戻れないじゃないの。みんな気をつけて歩くのよ。ビルが倒れているんだ。先には進めないよな。大丈夫かしら。あんな大きなビルが。
向こう側は火事が起きているらしい。心配だから早く戻りたいんだが。消防車が走って行ったみたいだけど、火事でも起こってるのかしら。コンビニの方も派手な音がしてたけど、大丈夫かしら。あなた、しっかりして。横たわっている男性はとても苦しそうだ。僕は。果たして助かるだろうか。救急車。救急車はまだ来ませんか。知りません。そうですか。道路は全部崩れたビルで塞がってるみたいですね。比嘉先生、ちょっと先生、私たちここに閉じ込められてるんじゃないですか。家に帰りたいよ。先生、なんとかしてよ。落ち着いて、焦って無理をしないようにしましょう。比嘉先生、手を洗いたいのですけど、どこも水が出ないんです。なんとかしてくださいませんか。さっきの地震で水道が止まったのね。気になるならハンカチなどで拭いておいてください。私は水で手を洗いたいのですけど。大きな地震が起きたの。今まで普通にできたことはできないと思っていた方がいいわ。この後、また大きな余震があるかもしれないわ。建物が崩れてくると危ないから、この辺りにいましょう。先生、この状況なのに、随分と冷静でいらっしゃるのね。今まで、何度か被災しているからね。といっても、倒れてきたものに足を挟まれて、動けなくなってただけなんだけど、必ず救助が来るわ。それまで頑張りましょう。ああ、でも私たち被災者になっちゃったんですよね。まさか自分がこんな目に遭うなんてな。ヒロコったら、こんな大変な時でも一人で行動するなんて、ほんと空気の読めない子よね。建物の中にいるべきか、外の方が安全かわからないよ。早く来てくれよ。何がその人、黙って見せたかよ。
まだかよ。早くしてくれよ。どうなっているんだって持っていっちゃうぞ。店の人間はどこへ行ったんだ。まったくどうなっているんだ。店の人間はどこ。はい。どこ行ったのよ、店の人。早く売ってくれよ。早くしてくれないでしょ。おーい！どうなっているんだ。店の人間はどこへ行ったんだ。どこ行ったのよ、店の人。早くしてくれないかしら。早くしてくれよ。まだかよ。黙って持って行っちゃうぞ。you
はーい。いやー、助かったよ。お前さんが紙をくれたんだな。お、うちの店員か。ご苦労ご苦労。困った時はお互い様です。悪いな。お前トイレ使うなら気をつけろよ。水が流れないからな。さ、商売商売。いやあ、派手に壊れたもんだな。まあいいか。どんな時でも商売商売。さあさあ、買った買った。美味しいお弁当がたったの5000円だよ。確かアルバイトの千葉野崎くんだったな。そうです。アルバイトの柴野崎です。そうかそうか。うん。
しかし、わしはここの店長の熊沢だが、当然知っているよな。何を言っている。僕がここの店長だ。ん？お前が店長？いや、そんなはずはない。いい加減なことを言うんじゃない。さてと、こんな時こそ商売商売。さあさあ、買った買った。美味しいお弁当がたったの5000円だよ。ありがとう。少し生き返ったよ。この黒い T シャツの男性は確か。確かさっき小表の男が探していた。あいつを知ってるのか。そうか、君はあの時あの男に話しかけられてた人だね。あの男はまだ近くにいるのかい？あまり気にしていなかったけど、それらしい人は見かけませんでした。そうか、よかった。わけがわからないんだ。いきなり殴りかかってきて。幸か不幸か、地震が起きたから逃げられたけど。君はこれからどうするんだい？とりあえずこの町から出て自宅に帰ろうと思っています。そうか、たまたまこの町に来てたのか。それは災難だったね。ラジオで言ってたけど、陸路はトンネルが崩れていて通れないし、空港はまだ滑走路が使える状況じゃないらしい。だから町から出るなら船で出るしかないみたいだよ。そうだ、それなら頼み事を引き受けてくれないか。僕は大切な人と会う約束をしてるんだ。こんな状況だけど、何とかして探そうと思ってる。その鍵は地下鉄のあけぼの宇津木駅のロッカーの鍵だ。中に大切なものが入れてある。それをここから南にある湾岸エリアのフェリー乗り場に持ってきてほしいんだ。僕も約束を済ませたら向かうつもりだけど、間に合わなかったらそのまま町から出ても構わない。この辺りは道が塞がれてるみたいだけど、どこからか出られれば。すまないがお願いするよ。僕はもう少しここで休ませてもらう。さあさあ、買った買った。すみません、ミネラルウォーターは残っていませんか？
ミネラルウォーター。それをください。はい、ミネラルウォーターは2万円になります。2万円って何かの間違いではないですか？間違いじゃないかだって？おお、確かに。これはうっかりしてた。指摘してくれてありがとう。3万円だ。ミネラルウォーターがたったの3万円だよ。高いって言ってるのに、なんで値段を上げるんだ？なんだと？ピンポンパンポーン。価格改定のお知らせです。ミネラルウォーターはたった今4万円になりました。あ、しからず。なんだお前は。お前人の店で何をやってるんだ。いや、お留守だったもので、ちょっとお手伝いをと思いまして。手伝いだって？俺がいつミネラルウォーターを4万円で売りつけてほしいって頼んだんだ。さてと、私がここの本当のオーナーです。留守の間にご迷惑をおかけしました。ミネラルウォーターは無料で差し上げます。ありがとうございます。では急ぎますので。お前さんも変な輩に抵抗してくれてありがとう。この店の評判が落ちずに済んだよ。お礼と言っちゃなんだが、これを受け取ってくれ。お前さんも困ったことがあったらまた立ち寄ってくれ。まあ何もない店だがな。ところでお前さん、どうしてうちの制服着てるんだい？向こう側は火事が起きているらしい。心配だから早く戻りたいんだが。消防車が走っていったみたいだけど、火事でも起こってるのかしら。大きなビルが倒れてくるようじゃ。倒れているんだから先には進めないよ。どういう地震だったのか。どこが安全かわからないよ。
派手な音がしてたけど、大丈夫かしら。消防車が走っていたみたいだけど、火事でも起こってるのかしら。火事が起きているらしい。心配だから早く戻りたいんだが。怖くてどこも歩けんな。大きなビルが倒れているんだから先には進めないよな。向こう側は火事が起きているらしい。心配だから早く戻りたい。コンビニの方も派手な音がしてたけど、大丈夫かしら。
他の人は。私、この会社に就職面接を受けに来たんですけど、トイレに入っている時に地震が起きちゃって、開かなくなったドアに悪戦苦闘しているうちにみんないなくなっていました。降りようにも通路が途中で塞がっていて。逃げ遅れた人がいないか調べてみよう。